ブルックリンクはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に置かれた行政上の5つの区の一つ。ニューヨーク州のキングス軍の軍域もブルックリンクと同じである。ロングアイランド再生部に位置し、イースト川、ニューヨーク港、大西洋に囲まれ、クイーンズ区と接する。名称はオランダ人入植者が母国の地名を取り道地にブルーケレンという小さな町を築いたことに由来する。 キングス軍はイギリス王のチャールズ2世にちなんでつけられた軍名。ちなみに隣のクイーンズはこのチャールズ2世の記載のキャサリン王公にちなんでつけられた。1898年に行われた区画整理までは独立した市として存在していた。ブルックリンは5つの区の中で最も人口が多く250万人の人々が居住している。ニューヨーク市の5つの区を 独立した市として考えるならば、ブルックリンはロサンゼルス市、シカゴ市に続き全米で3番目に人口の多い市となる。また、キングス郡はニューヨーク州で最も人口の多い郡であり、アメリカでニューヨーク郡に次ぎ2番目に高い人口密度を誇っている。マンハッタンへはブルックリン橋、マンハッタン橋、ウィリアムズバーグ橋、バッテリートンネルをはじめ、 ニューヨーク市地下鉄でアクセスが可能。クイーンズへは地下鉄とニューヨーク市バス、ロングアイランド鉄道で、スタテンアイランドへはベラザノナローズ橋を通り車、バスでアクセスできる。マンハッタンとは違った独特の文化の発信地としても名高い。ブルックリン出身者はブルックリナイトと呼ばれる。ヨーロッパ人によるブルックリンの開拓は17世紀より始まり、 以来350年余りの歴史を持つアメリカで最も歴史ある地区の一つである。橋の建設や地下鉄の開設などにより19世紀よりベッドタウン化が進み、それまで独立行政を行っていた同区は1898年にニューヨーク市に併合された。1639年オランダ作成の地図。下から中央に向かって伸びる陸地がロングアイランド。その先橋に浮かぶ。 小さな島が現在のスタテンアイランド。二つの川に挟まれた中央右の島が現在のマンハッタン。1766年のキングス軍の地図。左上に見えるマンハッタンは開発が進んでいるのに対しキングスには農地が多い。また埋め立てがないため海岸線が現在に比べデコボコである。オランダはロングアイランドの最西端に入植した。 最初のヨーロッパ人であり、それまではインディアンのレガペ族が同地に居住していた。オランダの地名ブルーケレンより名付けられたブルーケレン入植はニューネーデルラントの一部を成していた。オランダ西インド会社を中心に同地に6つの町を築いた。1664年第二次エーラン戦争によりニューネーデルラントがイングランドによって征服されるとロングアイランド西部は イングランドの支配下に置かれた。同戦争で活躍した海軍の指揮官を務めたヨーク公を称え、ニューネーデルラントはニューヨークと名を変え、現在のブルックリンを含むロングアイランドはニューヨーク植民地の管轄下に置かれた。1683年11月1日、イングランドはロングアイランド最西部の南端に置かれた蒸気の6つの町をキングス軍として統一した。 この頃のニューヨーク植民地は12の群を内包しており、キングスはその一つとなった。これが現在のブルックリン地域初めての地方行政の誕生であり、後の同地区の行政的アイデンティティも形成することとなった。ペトルーンと呼ばれる領主的権限を持つ、大地主や小作農民が同地にはいなかったことから13植民地の中でも同地区の奴隷の使用は盛んであった。 1776年8月27日、ロングアイランドの戦いが行われる。この戦いは、植民地側が独立を宣言した後に行われた最初の戦闘であり、またこの独立戦争最大規模の戦闘になった。イギリス軍は、ジョージ・ワシントン率いる大陸軍を、現在のグリーンウッド墓地、プロスペクト・パーク、グランド・アーミー・プラザまで交代させた。要塞化されていた。 ブルックリンハイツもニューヨーク港を征服している、イギリスの攻撃に持ちこたえることができず、数日後に大陸軍は撤退。現在のアトランティックアベニュー西方にある丘、ゴアナスクリークで激しい戦闘を繰り広げ唯一の優勢を保っていたワシントンであったが、ロングアイランドの戦いにおいて多くの犠牲を出したことから、我々は今日多くの勇敢な兵士を失ってしまったと、 悲観的声明を発表した。1776年8月ロングアイランドの戦いこの戦いで惨敗を喫してしまったワシントンは指揮官としての資質を問われることもあったが、わずか1日で全兵士をイーストリバーを超えて撤退させたことは多くの歴史家によって高く評価されている。ブルックリンを含むロングアイランドはほぼ全てがイギリスの指揮下に置かれ、 現在のニューヨーク市地域は芝叩く間にイギリスの北米式の本拠地となった。イギリスとのビジネス関係からキングスにはイギリス支持派のロイヤリストがおり、彼らは大陸軍と共に撤退や避難はしなかったためイギリスは彼らのサポートも受けることができた。しかしワシントン率いるアメリカ独立戦争の情報戦略が功を奏し、徐々にロイヤリストたちは 植民地側へと着くようになっていった。イギリスはウォーラバート港に囚人船を持ち込み、ここに収容され死んでいったアメリカ人パトリオットの人数は独立戦争の戦闘で死んだ数よりも多い。1783年パリ条約が結ばれ、植民地はアメリカ合衆国としてイギリスより完全独立。同年11月25日はイギリス軍が ニューヨークより撤退した日でエバキュエーションデーと呼ばれ現在でも式典などが催される記念日となっている。19世紀初頭になると都市の拡大とともにマンハッタンに次キングス軍の都市化が顕著となった。19世紀後半まではマンハッタンとの交通手段は蒸気船しかなく小作が行われている農業地帯も多かったがニューヨーク港を効率よく利用できる地形から 工業化も進み、また在海人のベッドタウンとしても発展が加速した。1806年には、ウォーラバート港に、ブルックリン海軍交渉も創業し1966年まで造船を続けた。初期の都市化は、ローアーマンハッタンからアクセスの良い、ブルックリン街より始まり、フルトンフェリー地区から就航した蒸気船によって、ブルックリンハイツは、 ウォールストリートに勤める人々の住宅街として発展した。このフェリー駅からクイーンズのジャマイカ地区を結ぶ道はフルトンストリートとなりイーストニューヨーク地区まで伸びた。また複数あった町や村のいくつかは統合され1834年にブルックリン市が誕生した。1908年のブルックリンハイツ1894年。 グランドアーミープラザの外線門1879年のスケッチこれと並行してやや北にあるブッシュウィック町もウィリアムズバーグ村と共に発展。ウィリアムズバーグ村は1840年にウィリアムズバーグ町より分離された村であったが、1851年にはウィリアムズバーグ州ができたことで統合された。この頃のキングス郡には2つの市と6つの町が存在しており、 独立地方行政が敷かれていた。またマンハッタンが1811年委員会計画で完璧な格子状の道路網を築いたのに対し、複数の区画を有していたキングスはあえて道路を5番の目にはせず、それぞれの行政が独自に道路網を整備した。これはもともとオランダとイギリスが別々に開拓したために東部と西部で街路の仕組みが異なっていたことも原因である。 西部ではマンハッタンと同じ方式で南北にアベニューが走り東西にストリートが走るが東部ではその逆で南北にストリートが走り東西にアベニューが走る東部ではアベニューも数字ではなくアルファベット順となるウィリアムズバーグ地区とその後輩地であるブッシュウィックはイーストリバー沿いであったことから誕生からわずか3年で急激な成長を見せ 1854年には、ブルックリン都市圏として扱われるに至った。19世紀中盤より、インダストリアルディコンセントレーションといわれる、都市部からの工業地帯の締め出しによって、マンハッタンからロングアイランド西部へと移ってきた産業により、造船や製造業などの雇用が生まれ、ブルックリンは合衆国先海岸北部の主要、工業地帯となった。ブルックリンにおける、 南部奴隷解放の運動は、マンハッタンより活発で共和党体制だった同志は、南北戦争において、他の東海岸北部地域同様、強烈な北軍支持に回った。グランドアーミープラザにある外戦門は、北軍の勝利に終わった戦後に建造され、プリマス協会には、奴隷制度廃止運動家ヘンリー・ワード・ビーチャーの記念碑が建てられている。 同戦争においてブルックリンはその工業と海上輸送を利用し多くの兵士と武士を供給。装甲艦モニターはブルックリンで製造された。同士が送り出した有名な連隊に第14ブルックリン連隊、通称レッドレッグ・ド・デビルズがいる。彼らはフランスの領域兵を参考にした赤い戦闘服を身にまとい1861年から1864年まで戦闘を行った。 市の名前を使用した唯一の連帯であり、エイブラハム・リンカーン大統領は、個人的に彼らをレセプションに、招待、1861年4月には、シカ館へと昇進させた。およそ30年にわたる、ニューヨーク都市圏の拡大に伴い、キングス軍は、公安都市として発展著しく19世紀には、合衆国で3番目に多い人口を抱えるまでになった。 詩人エマラザラスのソネット作品ザニューコロッサスの中の1883年に発表された詩の中でブルックリンはマンハッタンの双子都市と書かれておりニューヨーク港に都市を結ぶ空中通路と表現している双子都市としての性格により初期はマンハッタンとライバル関係にあるキングスであったがその風潮も徐々に薄れていった 移民の流入と工業化によりその経済発展も目を見張るものがあった。ゴアナス港からグリーンポイントまでの沿岸は、埠頭や工場が立ち並び、ゴアナス運河の開通やニュータウン川と呼ばれる三角港を運河化したことにより輸送も効率化した。走行間モニターなどは、高度成長時代のウィリアムズバーグの造船所で生産された最も有名な工業製品である。 南北戦争後は、路面電車をはじめとしたインフラ整備も進み、開発は、プロスペクトパークを越えさらに東へと軍の中部まで広がっていった。急激に人口が増加したことにより、水道インフラの整備が必要となり、中央水道設備の設置のためリッチウッド貯水池を設けた。1910年のアトランティックアベニュー駅しかし、キングス軍の端にある村長は、現在のように、 地下鉄も,もなかったため依然として、マンハッタンやブルックリンのダウンタウンから隔離された地域であり、またそこに住まう人々も完成な郊外地域としての環境を保持したいと考えていた。1878年にニューヨーク市地下鉄の BMT ブライトン線が開業したことにより、同地域の隔離状態は終焉を迎えた。スポーツなどの娯楽産業にも花が咲くようになり、 プロ野球チームのブルックリンブリッジルームスはワシントンパークやパークスロープなどで試合を行っていた。チームは20世紀初頭に現在のロサンゼルスドジャースの前身にあたるブルックリンドジャースと名を変えウェッツフィールドホームとした。またコニーアイランドのブライトンビーチを中心に南部沿岸地域では競馬場やアミューズメントパークが開業し合衆国随一の娯楽産業地域として 再生を迎えた。19世紀末は、その爆発的成長の最後の時代であり地下鉄と工業化は最南端、西側のベイリッジからサンセットパークまで拡大した。ブルックリン市は1886年にニューロッツ町、1894年にフラットブッシュ町、グレーブセンド町、ニューユトレヒト町、1896年にフラットランズ町を併合し、 その面積はほぼキングス軍全体に匹敵する大きさとなった。1936年のイーストリバー沿岸。左がブルックリン橋で鉄道のアプローチが設けられている。右は1909年開通のマンハッタン橋。手前がブルックリン。アルフレッド C ・シャピン市長デビッド A ・ブーディ市長1883年、ブルックリン橋が完成し、 長年船しかマンハッタンとの連絡手段がなかった時代は終わったそれに伴いマンハッタンとブルックリン氏の交流は劇的に活発化したこの頃になるとブルックリン氏はこのまま独立した発展を続けるのかまたはニューヨーク軍セイプクイーンズ軍リッチモンド軍ブロンクス軍を内包する国交成のニューヨーク市の一部となるのか揺れることとなった法律家 アンドリュー・ハズウェル・グリーンをはじめとした革新派は極構成の案に賛成し、彼らは反対派の保守層や新聞社ブルック・リーン・イーグルと議論を交わし続けた。1894年の選挙では五軍の軍民は極構成の併合案に賛成する者が多数派となり、1898年に正式に併合、現在のニューヨーク市が誕生した。 この併合によりブルックリンの人々のアイデンティティはかなり複雑なものとなり、しばしば新聞などで1898年の偉大なる失敗とも言われた。こういったブルックリンの独自性は現在も年老いた人々に受け継がれており、ブルックリナイツとしてのプライドを保持している。なお、ニューヨーク市誕生後もブルックリン区はキングス軍としてニューヨーク州の軍の一つとして存在し続けている。 1898年の併合以来ブルックリンは大きな権力を有するニューヨーク市長をトップとする行政が行われている。このニューヨーク市行政は公安、教育、福祉、衛生、インフラ、娯楽とすべてにおいて指揮権を握る形となっておりそれぞれの区の独立性は小さい。マーティマー・コウィッツ区長ブルックリン市長として使用されていた建物は現在区長者になっており、 ニューヨーク市の中央行政と軍の行政のバランスを取る立場にある。区長はニューヨーク市予算委員会にて重要な立場にあり市及び区の予算編成を行う。1989年アメリカ合衆国最高裁判所は最大の人口を抱えるブルックリンが予算委員会で人口が最も少ないスタテンアイランドと同等の権限しか許さないのは アメリカ合衆国憲法修正第14条の平等保護に反するとして違憲という判決を下した。1990年からは区長は区のために市長や市議会、衆議会などでも発言する機会が増えている。現在の区長、民主党のマーティマー・コウィッツは2001年に選出、2005年に再選出された。現在のニューヨーク市は民主党が多数派で、 ブルックリンに住む有権者の69.7%が同等支持である。共和党は区南部のベイリッチやディッカーハイツなどで支持者を獲得している。ブルックリン区長社民主党は公共住宅や教育、経済に力を入れており、その中でも今論争中なのが区中北部プロスペクトハイツ地区を中心としたアトランティックヤーズという再開発で、 住宅やオフィスを含む高層ビルを16棟建築する計画となっている。ニューヨーク市5区はそれぞれがニューヨーク州の軍として存在しており、ブルックリンもキングス軍として独立した軍裁判所と選挙によって選ばれる地方検事を持つ。現在のチャールズ・ヘインズは1989年より地方検事の職についている。ブルックリンは区として16人を市議会に送っており、 これは国最大の人数である。また、市のインフラ整備などに助言する権限を有する、名誉職のコミュニティディストリクトという役職は市に59人おり、そのうち18人はブルックリン代表である。ブルックリンの公式モットーは、エ遠ンドレアグッドマクトモットという、古いオランダ語で、ネーデルラント連邦共和国のモットーに感銘を受けたことから作成された。英語分けすると、 インユニティーゼアイズストレングスとなり、日本語分けするなら、結束は力なり。このモットーは、クッキーとクイーンに刻まれている。なお、区の公式色は、青と金。ブルックリンは、大統領選挙においてここ50年環境は党候補を選出していない。2008年の選挙では、民主党候補、バラク・オバマが79.4%を獲得。 共和党候補ジョン・マケインが20.0%を獲得した。全米435ある選挙区のうちブルックリンは6区を持ち、そのうち2区は完全にブルックリン区内にある。ダウンタウンブルックリンの象徴ウィリアムズバーグ、貯蓄銀行タワーブルックリンの経済は、区内の経済、区外の経済、人口流動の3つの要素によって回っている。同区の労働者人口のントは、 区内で仕事をしており残りは区外に仕事を持つ。そのためマンハッタンの経済、雇用状況はブルックリンと密接に関係している。また移民流入の影響によってサービス業、小売業、建設業などが活発である。特にサービスと建設の成長は著しい。近年では世界の金融の中心地マンハッタンの金融業界のバックオフィスとして 区の経済に活力をもたらしているほか、ブルックリン橋の麓もと団地区にて、ハイテク産業やエンターテインメント産業、IT 会社、会計監査事務所などの成長が著しい。ブルックリンにある企業の多くが中小企業であり2000年の統計では全38,704社のうち91%が従業員20人以下である。 2008年8月時点での失業率は5.9%だった。ブルックリンは長らく製造業の地としてその経済を発展させてきたが1975年以降は主体をサービス業へと移行させ、2004年には約21万5000人の労働者がサービス業に従事している。一方、製造業は約2万7500人にまで縮小しており、 現在の主な製造業としてはアパレルや家具、金属、食品などがある。製薬会社大手のファイザーはブルックリンにプラントを所有しており990人の雇用を生み出している。1806年に稼働し始めたブルックリン海軍交渉は第二次世界大戦時にその生産のピークを迎え最大約7万人を雇用しブルックリン最大の雇用先であった。 大日本帝国が太平洋戦争の幸福調印を行った戦艦ミズーリや米政戦争勃発のきっかけを作った戦艦メインはここで製造された。現在の同工場は工業デザイン会社のハブや職人の養成所、食品加工など様々な用途に利用されている。最近ではテレビスタジオも入っており約230の民間企業が約4000の雇用を生み出している。 アメリカンコミュニティサーベイエステマイツの2005年から7年の調査によると、市の人種比率は、白人43.7%、黒人36.2%、ヒスパニック19.6%、アジア人9.3%、インディアン及びエスキモを0.5%、11.9%は、その他の人種1.5%は根結。正確なデータは表を参照。 全人口の37.4%は外国出生で、そのうちアメリカの海外領地であるプエルトリコ出生は3.5%、46.1%が家庭では英語以外の言語を使用し、そのうち約18%がスペイン語、27.4%が学士か、それ以上の教育を受けている。国政局が発表した2005年の統計では、 ブルックリンの人口は1990年の230万人から、やや上昇し248万6235人で、88万727世帯、58万3922家族が居住する。人口密度は1平方マイルあたり3万4920人、1平方キロメートルあたり1万3480人。 住居数は93万866個で、平均密度は1平方マイルあたり1万3180個、1平方キロメートルあたり5090個。88万世帯のうち38.6%は結婚しており、同居中の世帯22.3%は、夫のいない世帯33.7%は、独身の世帯。 33.3%が18歳未満の子供を死、9.8%は65歳以上の老人がいる。平均世帯人数は2.75人、平均家族人数は3.41人。年齢別では18歳未満が26.9%、18歳から24歳が10.3%、25歳から44歳が30.8%、 45歳から64歳が20.6%、65歳以上が11.5%。年齢中央値は33歳。世帯収入中央値は32,135ドル。家族収入中央値は36,188ドル。男性の収入中央値は34,317ドル。女性は35,516ドル。 一人当たりの GDP は16,775ドル。約22%の家族、人口の約25.1%が貧困線以下の暮らしをしており、そのうち34%は18歳、未満21.5%は65歳以上である。女性が男性より多い地域であり100人の女性に、大使男性は88.4人しかいない。 そのためかブルックリンのレズビアンコミュニティはニューヨーク市最大規模である。ブルックリンは多くの黒人が居住する地域であり、約90万人がいる。これはニューヨーク市の全国人人口の40%を抱えていることになる。長らく道区の歴史的文化的中心地だったベッドフォードスタイウェサント地区は1930年代の地下鉄沿線の開通により、 黒人の集まる地域となった。その周囲、ブラウンズビル、カナーシー、イースト、フラットブッシュ、クラウンハイズ、イーストニューヨーク、ホートグリーンなどにも黒人が集中している。これらの地域の人口は約94万人、82%が黒人であり、全米最大の黒人居密集地域となっている。また区内公共住宅の入居者は黒人が 最も高い比率である。区北東部は主に、プエルトリコやドミニカ共和国、中央アメリカ出身の多くのヒスパニックが居住する地域で、以前は黒人地域であったブッシュウィック、イーストウィリアムズバーグ、サイプレスヒルズ、サンセットパークなどは現在はヒスパニック居住地域となっている。なお、区南部にも大きなヒスパニックコミュニティが存在する。ブルックンに居住する。 ヨーロッパ系アメリカ人の多くは、東欧、南欧の民族が多く、イタリア系、ロシア系、ポーランド系、アルバニア系、旧ソ連の国々が目立ち、アイルランド系も多い。西側一帯はヨーロッパ系地域であり、宗教はカトリックとユダヤ教が多い。現在は黒人地域となったベッドフォードスタイベさンとは19世紀までは、イタリア系とユダヤ系の居住地域であった。 1950年代から70年代にかけて、ブルックリンの治安は非常に悪化し、白人を中心に約50万人が同区から他地域へと移住していった。そのため、ナ滑走群などの白人比率は90%、近いのに大使同区での比率は今も低い。市の人口変動グラフ、ブロンクス、ブルックリン、マンハッタン、クイーンズ、スタテンアイランドアジア人の多くは、 サンセットパークなどの南部に集中している。125,050万50 50人の中国系が同区におり、クイーンズに次に2番目に多い。これはマンハッタンの名所でもあるチャイナタウンがもはや中国系の主要な居住地域ではなくなったことを意味している。また全米有数のパキスタン系コミュニティのある町でもある。ブルックリンの地区構成地図。赤線は高速道路。 面積は251平方キロメートルで、大阪市よりやや大きく、東京23区の40%程度の大きさで、ある。ブルックリンは、長年移民と密接な関係にある地域で、民族ごとに住み分けされている地域が多かった。しかし、近年、貧困地域に富裕層が流入し始める、ジェントリフィケーション現象も起こり特定の地区を除き、 多様な民族が入り混じって居住する地域となっている。海外からの移民が同区に順応して生活をしているほか、シカゴ、サンフランシスコ、ワシントン DC、ボルチモア、ボストン、シアトルなどに住んでいた移民の移住も目立つ。ダウンタウンはニューヨーク市でマンハッタン区のミッドタウン、ローアーマンハッタンに次ぎ3番目に大きなビジネス街である。数多くの商業施設、 また、キングス郡の様々な行政施設、裁判所、拘置所、区役所などが立ち並び近年では住居施設も増えてきている。ブルックリン橋とプロスペクトパークに挟まれた北西部地域にある地区ブルックリンハイツ、キャロルガーデン、コブルヒル、クリントンヒル、ダンボ、ホートグリーン、ゴアナス、パークスロープ、プロスペクトハイツ、 レッドフックには19世紀に建てられたレンガ作りのタウンハウスや正面に赤活色砂岩を配した住宅などが立ち並んでいるのが印象的である。これらの地区の中には高級住宅化した裕福な場所も含まれており地下鉄駅も多く文化施設や高級飲食店が立ち並んでいる。長きにわたり様々な文化が溶け合いながら中流階級の地域が形作られてきた。 1990年代以降、数多くのアーティストや流行に敏感な人々が、これらの地区に移り住んできている。2005年、ニューヨーク市は、ブルックリン臨海地区の拡張に伴う、再編成を完了し、数多くの分譲マンションが建設されている。臨海地区の物価が上昇するにつれ、再開発の波が、臨海地区から西へと、移り変わり地下鉄のエルセンの沿線にあるブッシュウィックに、 注目が集まっている。もともと、ブッシュウィックは、サンセットパークやコニーアイランド、サイプレスヒル同様ヒスパニック系の住民が多い。ブルックリン中部、南部地区には、建築的、文化的に個性のある地域が多い。その中には、マンハッタン区のロワー,ーイーストサイドなどのアパートから、階級上昇を果たした移民たちが移り住んできたために19世紀後半から20世紀前半に、 急激な成長を遂げた地区もある。ブルックリンは複数の地区で構成されており、その民族的多様性はニューヨーク市ならではのものである。ベッドフォードスタイベサント地区はアフリカ系アメリカ人の密集する地域で、ヒップホップやアフリカ美術など彼らの文化的、中心地としても機能している。イーストフラットブッシュやフォートグリーンは、 中流階級のアフリカ系の職業人たちが集まっている。アフリカ系やカリブ系の民族はこれらの地区にとどまらず、ブルックリン全体に散らばっている。また、ロシア系、ウクライナ系コミュニティは、ブライトンビーチ周辺に集中しており多くのロシア系、ウクライナ系のビジネスが展開されている。そのため、同地区のニックネームは、ウクライナ最大の港湾都市の名を取り、リトルオデッサと呼ばれる。 ブッシュウィックはヒスパニックコミュニティの中心地でニューヨーク市のヒスパニック文化に大きな影響を及ぼす地となっている。同地区の人口の80%はヒスパニックで展開されるビジネスの大半はスペイン語をベースとした南米系のものである。サンセットパークもヒスパニックコミュニティを抱え人口の42%を占めている。デッカーハイツやベンソンハーストには イタリア系の集中が見られ、その影響でピザ屋などイタリア料理店が多く展開されている。その他にもベイリッチ、バスビーチ、クレーブセンド、マリーンパーク、ミルベースン、バーゲンビーチなどにもイタリア系がおりキャロルガーデンズや北部ウィリアムズバーグは最も長い歴史を持つイタリア系コミュニティである。中国系はサンセットパークを中心とした区南部に散らばっている。 同地区の八番街は、ブルックリン中華街とも呼ばれる。多くの中国料理店が見受けられるほか、旧正月を祝うイベントなども催される。最近では、ベンソンハーストなど他の区南部地区へと移住する、中国系も増えている。正統派ユダヤ系やハシリズム系ユダヤは、ボローパークに集中。同地区には、ユダヤ人学校イエシーバーやシナゴーグ、 コッシャー用惣菜屋などがありユダヤ系ビジネスが盛んに行われている。他のユダヤ人地区としてはフラットブッシュ、ウィリアムズバーグ、クラウンハイツなどがある。ウォルト・ホイットマン・ブルックリンはアメリカ文学にとって重要な地であり、詩人ウォルト・ホイットマンの初期の作品クロッシング・ブルックリン・フェリーはブルックリン沿岸の情景を表現している。 ハーレムルネサンス時代の劇作家ユーラリー・スペンスは1927年から38年まで同区のイーストディストリクト高校で教育を受けた。1930年、詩人ハート・クレインはブルックリン橋からインスピレーションを得たザブリッジという長編集を発表。作家ヘンリー・ミラーは1890年から20世紀初頭にかけてのブルックリンにおける ドイツ系やユダヤ系コミュニティの姿を表現。小説、南海域戦や、ザロージー・クルシフィクションは、ブルックリンで過ごした彼の青年時代がモデルとなっている。作家バティ・スミスの1943年の作品、ブルックリンに育つきとこれを原作にした同名の映画は、ブルックリンでの生活を描写した彼女の最も有名な初期の作品である。 ユダヤ人作家チャイムポトクがラビア、クミンをもとに書き上げ1947年に出版された選択はブルックリンで育つ二人のユダヤ人少年を主人公にしている。作家ウィリアム・スタイロンの小説ソフィエの選択はフラットブッシュを舞台に1947年の夏を描いている。脚本家アーサー・ミラーの1955年の作品 橋からの眺めの舞台もブルックリン。ジョナサン・サフランフォア作家ポーレ・マーシャルの1959年の小説ブラウンガール・ブラウンストーンズは世界大恐慌時代から第二次世界大戦までのドークに生きたバルバドス人移民の物語となっている。近年ではブルックリン出身の作家ジョナサン・レセムがマザーレス・ブルックリン・ヘキチの要塞などの作品でドークでの育ちを 書き綴っている。パークスロープ地域には、ジョナサン・サ・フラン・フォア、ジュン・パラ・ヒリ、ジョナサン・フランゼン、ディック・ムーディ、ジェニファー・イガン、キャスリン・ハリソン、ポール・オースター、フランコ・アン・ブリッツ、ニコール・クラウス、コルソン・ホワイト・ヘッド、ダリン・シュトラウス、シリハ・スベット、スケツメータなど現代文学の作家たちが集まっている。なお、リカバリー・キッズ・チャンネルで放送されていた、アニメ番組、 タイムワープトリオはブルックリンが舞台となっている。ブルックリンは演劇や映画の舞台としても利用されてきた。ピューリッツァー賞も受賞した劇作カリン・ノット・エイジの劇クラムス・フロム・ザ・テーブル・オブ・ジョイは第二次大戦後のブルックリンを舞台としフロリダからやってきたアフリカ系の葛藤を描く。また世界的に有名なものでは俳優ジョン・トラボルタの代表作 サタデー・ナイト・フィーバーが、イタリア系居住地区として、有名なベイリッジ地域を物体にしたほか、セルジオ・レオーネ監督の遺作、ワンス・アッポ・ナ・タイム・イン・アメリカも、禁酒法時代のブルックリン沿岸地域を生きた、ユダヤ人ギャングの物語となっている。劇作家、ニール・サイモンの1983年の作品、ブライトン・ビーチ・メモワーズは1937年の、ブルックリンが舞台。 1980年代後半になるとブルックリンはスパイクリー監督の映画シーズ・ガッタ・ハブイとドゥ・ザ・ライト・シングの撮影舞台になったことから新たな風潮を見せ始め2001年から2002年にかけてドイツ人映画監督のクリストファー・ウェイナートがウィズ・アラー・イン・ブルックリンというドキュメンタリー映画を同地で作成した2005年の映画イカとクジラを監督したノア・バームバックは 作家ジョナサン・バームバックとニューヨークベースのシーン・ブンザ、ビレッジ・ボイスの映画評論家ジョージア・ブラウンの息子で、映画はパークスロープのインテリーたちの生き様を描いた。ブルックリン美術館ニューヨーク交通博物館1897年に開館したブルックリン美術館は、マンハッタンのメトロポリタン美術館に次ぐ全米で2番目に巨大な美術館であり、古代エジプトから現代芸術まで、 その所蔵品は150万点以上に上る。1899年12月に開館し、クラウンハイツにあるブルックリン・チルドレン・ミュージアムは世界初の子供用美術館となっており、アメリカ美術博物協会認可で歴史的に重要な標本や見本など約3万点の所蔵品を数える。ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージックには2109席のオペラ劇場、 874席のホールがある。ニューヨーク交通博物館には、ニューヨーク市地下鉄の歴史を主要な展示物とし、ロングアイランド鉄道やバスシステムなども紹介している。1863年に創設されたブルックリンヒストリカルソサイティは、博物館、図書館、教育施設などを備えており、アメリカの建国からブルックリンの歴史、 そしてそこの人々を学ぶための施設となっている。1981年に創設されたブリックロタンだ。ギャラリーは非営利目的の美術館で、ブルックリン出身または居住する現代芸術家たちが作品を展示する場所となっている。ブルックリンハイツにあるこの美術館では現代芸術であれば全てのメディアを取り扱っており、公共イベントや芸術教育にも力を入れている。 ここの目的は、現代芸術をより身近なものにし、ブルックリンから芸術と、グローバルな世界の架け橋を作ろうというもので、クリエイターの要請に一役買っている。ブルックリンは、様々な文化、民族、人種が集う場所であり、最多日の民族は、カリブ出身のアフリカ系である。今日形成されている文化の混合は、海外からの移民がその風習をそのまま持ち込んだ、結果である。 ニューヨーク都市圏は世界最大級のユダヤ人居住地域であり、ブルックリンはイスラエル以外ではユダヤ文化の中心地ともなっており、2007年には中央最大のユダヤ人密集地域であるビーン氏のレオポルドトシタトと姉妹都市になった。そう、の人口は約51万6千人で37%が正当派である。行政も ブルックリンの得意な文化にプロモーションをかけ、道区に侵入する道路の標識にはカラフルな装飾で、ハウスウィート・イット・イズ、ホームツー・エブリワン・フロム・エブリウェアというサインが掲げられている。ブルックリンには、日刊ブルックリン・イーグル、ベイ・カレンツ、ザ・ブルックリン・ペーパー、ブルックリン・ビュー、クリアライフ・パブリケーションズなど、複数の地域新聞がある。クリアライフ氏はメディア界の大物、 ルパート・マードックの所有するニューズ・コーポレーション参加にあり、ブルックリン最大の地域新聞になっている。また当然、ニューヨークベースの全国紙ニューヨーク・タイムズやニューヨーク・ポスト、ニューヨーク都市圏用新聞デイリーニューズなども大量に流通している。芸術や政治を扱う情報雑誌ザブルックリン・レールやキャビネットなどはブルックリンベースの雑誌である。またその文化的多様性から、 エスニックプレスも盛んであり、全米に出回るエスニック新聞の多くがブルックリンをベースとしている。ニューヨーク市では、約60の民族が42の言語を使用し300市以上の非英語新聞が発行されている。大手のものとしては、ブルックリンとクイーンズのカトリック系新聞ザタブレット、ユダヤ系新聞で、ヘブライ語で書かれるハモディア、ハイチ人用のハイチアンタイムズ、ハイチオブザーバチは、 ハイチプログレスなどがある。ニューヨーク市は NYC メディアグループによって運営されるテレビ局を持っており、ブルックリンをフィーチャーするプログラムもある。ブルックリンコミュニティアクセステレビは同区の公共放送である。同局はブリックロタンダギャラリーとコンテンツをシェアしている。アストロランド20世紀初頭にリゾート地として開発され、第2次大戦前は区南部のコニーアイランドなどは、 ニューヨーク市近郊のリゾート地として栄えた。裕福なニューヨーカーたちはグレーブセンド競馬場やシープシェットベイ競馬場などに集い海沿いの高級レストランやホテルを利用した。彼らの中ではシーシェットベイに行くならば海を見てその後ランディレストランに行かなければ意味がないとまで言われた。地下鉄がコニーアイランドまで伸びたことにより一般市民も 簡単にアクセスできるようになり、大量の観光客が流入、全米発の一大アミューズメント地域となった。1927年に作られた、ジェットコースターサイクロンは、国の歴史遺産にもなっている。アストロランドにある1920年に作られた、ワンダーホイールや他のアトラクションは、今も稼働中である。1970年代から、コニーアイランドの人気は陰りを見せ始めた。 7月には、マーメイドパレードとネイサンズ国際、ホットドッグ早食い選手権が開かれることでも有名。ブルックリン植物園の日本庭園ソーシャルリフォーマーのヘンリー・エベリン・ペリエポイントが1838年に築いたグリーンウッド墓地は、全米有数の壮大な墓地であるほか478エーカーに及ぶ敷地を持つ。同墓地には、ギャングスターのアルバート・アナスタシア、 画家のジャンミシェル・バスキア、指揮者のレナード・バーンスタイン、作曲家のルイス・モロー・ゴッド・シャルク、作家のローラ・ジーン・リベイ、発明家のサミュエル・モールス、ジャーナリストのエドワード・アル・マロー、ファースト・レディのマーサル・ウーズベルト、三次制限活動家のマーガレット・サンガー、政治家のウィリアム・トゥティードなどが眠っている。現在も墓地は運営中。ブルックリン植物園では桜並木や1エーカーのバラ園、 日本庭園、盆栽、盲目者のためのフレグランスガーデン、水蓮の遊歩道、温室、ロックガーデンなどが楽しめる。スポーツ界の大物レッドアワーバック、カーメロ・アンソニー、ボビー・フィッシャー、ビンス・ロンバルディ、ブランドン・シルベストリー、ジョー・パターノ、マイク・タイソン、ジョー・ペピトーン、ジョー・トーリ、ダリー・ブラウン、ビタス・ゲル・レーティス、アルバミー・デイビス、ハー,ビーノ・ロビッツ、ポール・ロデューカ、 ジョン・フランコ、ステフォン・マーブリー、ジョン・ハラマ、リコ・ペトロ・セリなどは、ブルックリン出身である。なお、マイケル・ジョーダンは、ブルックリンに生まれたが育ったのは、ノースカロライナ州ウィルミントンである。ブルックリン・アトランティックス・エベッツ・フィールド・ブルックリンは、初期の野球の歴史にも、深い関わりがあり、1845年10月24日には、 現在のフォートグリーンパークにて歴史上2回目の野球試合が行われた。1850年中盤から南北戦争にかけてはアマチュア野球チームのブルックリンエクセルシオールズ、ブルックリンアトランティックス、ブルックリンエックフォーズなどが活躍した。この頃はブルックリンの時代とも呼ばれ現在の野球にもある。速球、チェンジアップ、打率、見札などがブルックリンから生まれたほか。 初の黒人チーム、黒人チャンピオンシップ、ロードトリップなどもあった。初のプロ野球選手と言われるジム・クレイトンもブルックリンでプレーしていた。また多くのチームが利用した本格的なスタジアムのユニオングラウンズも存在した。ブルックリンで最も有名だったメジャーリーグ球団ブルックリンドジャースはエベッツフィールドホームとし、かつてはトロリードジャースという名だった。 ジャッキー・ロビンソンは1947年に初のアフリカ系選手として入団した。チームはナショナルリーグでは競合で優勝も多く1956年にはワールドシリーズで同じ地域のライバルのニューヨーク・ヤンキースと戦った。この時の盛り上がりは上下を一するもので盛大な祝典が催された。その2年後、ドジャースはロサンゼルスへとホームを移動。 球団オーナーのウォルター・オーマリーへの誹謗中傷は激しく現在でも当時まだ子供でドジャースがブルックリンのチームであったか定かではない世代からも批判されることがある地区の歴史を未だにドジャースの移転前移転後で分ける住民が多いただドジャースのブルックリン回帰の運動は起きていないドジャースの移動以降43年間はブルックリンに プロ野球チームがなかったが2001年にマイナーリーグのブルックリンサイクロンズがやってきた。彼らはニューヨークメッツの参加でコニーアイランドの MCU パークをホームとしている。マイナーリーグサッカーのブルックリンナイツもホームをクイーンズからアビエーターフィールドに移した。フィールドはスポーツコンプレックスの一角で2000席を持つサッカー専用。 同チームは四軍リーグのアセルプレミアデベロップメントリーグでプレーしている。イースタンプロフェッショナルホッケーリーグはブルックリンエーシーズを2008年の先発チームに認定。チームはアビエーターフィールドで活動している。2018年創設されて MCU パークをホームとするラグビーユナイテッドニューヨークは翌2019年にメジャーリーグラグビーへ加入。ドジャーズ移転後、 長年メジャー球団はブルックリンに存在しなかったが2012年に NBA のニュージャージーネッツがブルックリンに移転しブルックリンネッツと改名した2012年に完成した屋内競技場バークレーズセンターが新しい本拠となっている同センターには2015年に NHL のニューヨークアイランダースがナッソーベテランズメモリアルコロシアムから移転する予定にもなっている 区にある巨大な公園プロスペクトパークやマリーンパーク、スポーツ施設のある小型空港、フロイド・ベネット・フィールドなどは区民にスポーツを行う環境を提供している。ニューヨーク市地下鉄路線ズマンハッタンとを結ぶ3つのハシブルックリンク内の主要な交通手段は公共交通網である。ニューヨーク市地下鉄が18線通っており、観光客や通勤で、 マンハッタンとを行き来するものの92.8%は、この地下鉄を利用する。ターミナル駅としては、アトランティックアベニュー、バークレイズセンター駅、ブロードウェイジアイクション駅、リカルブアベニュー駅、J ストリート、マイナスメトロテック駅、コニーアイランド、スティルウェルアベニュー駅などがある。また、ロングアイランド鉄道アトランティック線では、イーストニューヨーク駅、ノストランドアベニュー駅、 アトランティックターミナル駅の3駅がある。エライ・ダブ・リュハーにはアトランティック・アベニュー、パシフィック・ストリート駅近くからアクセスできじの地下鉄網に乗り換えられる。なお、エライ・ダブ・リュハーではブルックリンから直通でマンハッタンにアクセスはできない。ニューヨーク市バスも目内全域を網羅している。平日はマンハッタンへのエクスプレスバスも運行している。 ニューヨークの象徴でもあるタクシーのイエローキャブも見受けられるが同タクシーは主にマンハッタンで運行されているため数は極端に少なくなる。またマンハッタンからブルックリンへ行くことを拒否される場合も多く、区南部への目的地はほぼ承諾されない。高速道路の多くは、国市側と南側に通っておりブルックリン、クイーンズ高速、プロスペクト高速、サンライズ高速、ベルト高速、 ジャッキー・ロビンソン高速がある。一般道で区内の幹線道路となっているのは、アトランティック・アベニュー、キングス・ハイウェイ、オーシャン・パークウェイ、イースタン・パークウェイ、リンデン・ブルーバード、フラットブッシュ・アベニュー、ベッドフォード・アベニュー、4番・アベニュー、86番通り、ベイ・パークウェイ、マグギネス・ブルーバード、ペンシルベニア・アベニューなどである。 ブルックリンに走る大半の道には何らかの名前が付けられているが、パークスロープ地区や南西部では、マンハッタンのように数字を使った道路がある。数字のストリートは東西に、数字のアベニューは南北に走る。数字のストリートは、他の地区に侵入した時イースト、ノース、サウス、ウエスト、ベイ、ブライトン、プラム、フラッテランズなどの窃盗時がつく。これは、 キングス郡にもともとあった複数の町に由来する。マンハッタンへの道路のアクセスは、ブルックリン橋、マンハッタン橋、ウィリアムズバーグ橋、バッテリートンネルの4つがある。ちなみにこの橋を、南から BMW と覚える。ベラザノナローズ橋は、スタテンアイランドとをつないでいる。クイーンズとはほぼ陸続きであるが、ニュータウン側には、コシャウスコ橋、プラスキ橋。 JJ バーン記念橋がロッカウェイ半島にはマリーンパークウェイ橋が架かっている。栄えたニュージャージーの湾岸地帯。ブルックリンはマンハッタンの裏側。サンセットパークにあるブルックリンアーミーターミナルなど、歴史的にブルックリンの沿岸地域は巨大な貿易港であった。1976年1月5日には港の1000万リットルの石油タンクが 爆発事故を起こし、付近の住民が避難を余儀なくされたこともあった。21世紀の現在においては、多くの貨物船が寄港するのは、ブルックリンの対岸にあるニュージャージーの港で、ブルックリンは再び貨物船を呼び戻すため、レッドフック地区にターミナルを建設。史上最大級の客船クイーンメリーには、ニューヨーク港に侵入することを計算し、全米一の長さを誇る吊り橋、 ベラザノナローズ橋の下をくぐれるよう設計された。同客船はタイタニックの母港としても有名なイングランドのサウサンプトン港を出港し、レッドフックにたびたび寄港する。ニューヨーク水上タクシーは元は通勤者用に設計されく西海岸からロワー,ーマンハッタン、ミッドタウン、ロングアイランドシティ、ブレジーポイントに寄港する。 対岸のニュージャージーとをつなぐクロスハーバートンネルは、元は1920年代に提案されたが、ニューヨークニュージャージー港湾公社は未だ、その実用性について議論中とし、実行には移していない。最南端にある小型空港、フロイド・ベネット・フィールドは、商業運航は、基本的に行っておらず一般の人が利用する、空港ではない。都市計画アカデミー・ブルックリン公家高校、 クララバートン高校セントジョセフ高校ブルックリン校科。高校は、市の公立高校の一つで科学、数学、工学、技術の特化教育を行う高校としては、全米最大で理系を中心に優秀な生徒が集まる。1930年から33年までは600万ドルをかけて新校舎を設立。12階建ての校舎は1区画の半分を占有する。卒業生は、 IB ーリーグなど、東海岸の一流大学へと進学する者が多く、ノーベル賞受賞者も2人輩出している。ニューヨーク市立大学ブルックリン校、キングスボロー短期大学ブルックリンには、公立、私立ともに、数多くの教育機関が存在する。同区の公立学校は、全米最大の教育委員会でもある、ニューヨーク市教育委員会が管轄している。 ニューヨーク市立大学ブルックリン校は、ニューヨーク市立大学の後期大学部の一つで、ニューヨーク市で最初のリベラルアーツカレッジである。学生の多くは、移民第一世代か、第二世代で、ユージーンシェデロフという、ロシア人移民第二世の学生は、学士課程を終える直前の2005年に、ローズ小学制度の授与者に選ばれた。キャンパスは、ブルックリンセンターを、 パフォーミングアーツの教室とし4つの劇場なども備えている。1970年に創立されたメドガーエバース。大学もニューヨーク市立大学機構の後期大学部の一つでリベラルアーツ教育を中心とした学士課程の全体的な学力向上を目的として設立された。同大学は学士、準学士ともに取得可能で、ブルックリン区民のための生涯教育プログラムも用意。 されている。1901年創立のブルックリン、法科大学院は、学生の多様性でも有名であり1909年時点で、女性やアフリカ系にも入学許可を出している。なお、ブライアン・レーターが発表した、法科大学院全米ランキングでは31位に、なっている。キングスボロー短期大学は、ニューヨーク市大機構の前期大学部にあたる学校で、ニューヨークタイムズは、同校は、 全米上位10校に入る短大であると発表した。ニューヨーク州立大学ダウンステート医療センターは1860年に創立されたロングアイランド大学病院が母体となっており、アメリカで大学と病院が連結した最も古い教育機関でもあった。センターの中には、医科大学、看護大学、大学病院が用意されており、大学院の教員には、 ノーベル生理学賞受賞者のローバート・ファーチゴットもいた。学生の約半数はマイノリティか移民で構成されており、理科大でのマイノリティの比率はニューヨーク州にある医大の中では最大。ニューヨーク大学科学技術専門校は1854年に創立され、アメリカで2番目に古い高科大学である。2008年7月に巨大な母体を持つニューヨーク大学と合併した。 ニューヨーク市工科大学は、ニューヨーク市大機構に属しニューヨーク州最大の、公立工科大であり、公立工科大のモデルともなっている学校である。1946年に設立、前身は1881年メトロポリタン美術館、技術大学解明後のニューヨーク貿易学校。その後、ボーヒーズ工科大学が設立され、工学技術の専門校として、 世界的なモデルとなった。ボーヒーズは1971年にシティテックと合併。ブルックリン公立図書館、中央図書館ロングアイランド大学は学部生約6400人を抱える私立大学である。プラットインスティチュートはアメリカの美術教育を牽引する学校であり、美術、建築、デザイン、ファッションデザイン、クリエイティブライティングなど、 総合的なアートプログラムを用意している。その他、セントフランシス大学、セントジョセフ大学、ボリクア大学など、小さなリベラルアーツカレッジがある。マンハッタンとクイーンズとは、独立したシステムを持つブルックリン公立図書館は、数千のプログラム、100万冊以上の書籍、約850台の無料インターネットアクセスなどを、備えている。書籍はロシア語、中国語、 スペイン語、ヘブライ語、ハイチ語、フランス語、イタリア語、アラビア語などブルックリンで使用されている言語の多くを揃えている。建物はグランドアーミープラザ正面にあるランドマークともなっており地下などの改修工事を完了した。文館は58館あり、ブルックリンハイツにはビジネスライブラリーもある。現在、ブルックリン公立図書館はビジュアル パフォーミングアーツライブラリーの設立を模索しており、芸術と最新技術などをフォーカスした施設になるという。英語のブルックリンなまりは、テレビや映画などで典型的なニューヨーカーを表す特徴の一つとして使用されることが多く。徐々に廃れてきてはいるが、ブルックリンの労働階級は、ブルックリンなまり、またはブルックリニーズという独特な英語を話す。実際は、 ブルックリン鉛とは言ってもニューヨーク国全体及び隣接のニュージャージー州北部の労働階級でもよく聞かれる。このブルックリン鉛は主に第二次世界大戦終了以前まで国語の教師にイギリス出身者を雇用していた影響とドイツから来たユダヤ系、アイルランド系、イタリア系の鉛や慣用表現、それに加えて最近では黒人系、 ヒスパニック系の表現の影響も見られる。ブルックリン育ちのヨーロッパ系よりはかなり一般アメリカ英語に近いがアジア系の間でも確認できる。基本的に人種を問わず公立の学校の生徒の間では幅広く聞かれる。古い世代ではマンハッタンに行くことをニューヨークに行くという場合がある。その他マンハッタンを座敷と呼ぶ場合もあるが座敷というのは アメリカ全土で通用するニューヨーク市の通称であるため必ずしもマンハッタンのみを指すわけではないパストラミ1907年にビタグラフがミッドウッド地区のアベニュー M にスタジオを構えたのが映画産業の始まり後にワーナーブラザーズに売却されるが1939年に現在のカリフォルニア州ロサンジェルス市ハリウッド地区に移動され現在の映画産業の元となる ブルックリンの至るところで売っているポピュラーなストリートフードにシンプルなチーズピザのスライス、ジャマイカンビーフパティ、ギリシャトルコ系のジャイロやシシカワブ、ホットドッグ、ヒーローと呼ばれる長いパンに挟んだサンドイッチ、ユダヤ系のパストラミのサンドイッチ、中国系のフライドチキン等がある。有名なブルックリン出身のギャングにシカゴで組織を作ったアルカポネとラスベガスのカジノ、産業を始めた。 ユダヤ系のバグジーがいる。生まれ、育ち、どちらかブルックリンの著名人を含む、ルドルフ・ジュリアー・アニカール・セーガン・アリッサ、ミラノ・ JZ ・マイク・タイソン。ありがとうございます。